こんにちは、長谷川俊太です。今回ゲレンデレポートするのは丸沼高原スキー場。コースはバイオレットコースから下までのロングコースかな。楽しみたいと思います。では行きましょう。本日空いてるのはこちらのリフト、中央リフトから上のコースに上がっていきます。バイオレットコースかな、滑れるのは。コースマップ、まずは右壁、右壁、あーいいね、遊べるね。ちょっと硬いけどね。上にはなんかさらっと降ってる。でこっち壁なくて、そこかな、飛べるポイント。わー気持ちいいね。カービングとかするにはすげえいいかも。いいよ。もうなんか行けそうだね。ちょっと土とか岩とかあると怖いから、小石とかで歩く見ながら。岩ある。ロングターンしよう。上からね、速いスキーヤーさんがいっぱいいるから、一回滑った時上見る、上見る。そう、いいですか。あ、来ないね。おー、久々になんかスピード出してカーミングしてるわ。初日だったらちょっと怖いけど、スキー屋さん来たって怖いね。こう何本か慣れてきてる人だったら結構スピード出していけんじゃないかな。気持ちいいわ。やっぱゲレンデの下とかあるんで、速い人、上手い人が多いから、しっかり上を見て、危なくないように、ほんとチラッて見るだけでいいんでね。スノーボーダーは横こうやって見れるから、しっかり見て、危なくないように。この斜面はグラトリしやすいかな。あ、地形あるね。当てたいけど、スキーヤーさんがいてどうだろう、いけるかな。壁は硬いね。ここの地形とか、ちょっとこっちの地形とか当ててこうかな。
最後はトップトゥーボトム、上から下までね一気に滑ります。まあトリックしながらデルタフル、あとは上から下に降り、こう横切るときは絶対上見てね、あそこ飛べるんだよね。でこの時もスピード出しすぎると落ち系は一気に下まで落ちちゃうんで、しっかり落として、で自分から飛びに行かない、上がってるんでひょっこすると安全です。登る、下る、もう一発行きたいな。登る、下る、で上で板横にするね。で横切るときはまた上見る、上見る、横切るときだけでいいからね、上見るのは。でスピードをこうやってすごい出すぎちゃって怖いときは板を横にして雪を出すような感じでやるとちょっとかっこいい。出すぎたなと思ったらこんな感じで板を横にして、ヒール側もあるんだけどね、ヒール側の方がちょっとダダダダってずれやすいんで、トーサイド、つま先側の方がやりやすいと思います。今日はね、スキーヤーの速い方たちが多いんでね、しっかり危なくないように、スキーヤーの方ももちろん重いんですけど、やっぱお互い怖い思いをしたくないんで、ロングターンしたいけどね、ちょっとさっきそんなとこ見つけたから、おう、で下まで行きます。ちょっと下に行くにはここをスピード出していかないといけないんで、まっすぐ行きます。ちょっとターンしないで、ここはねちょっとスピード出さないといけないんで小さくなって行きます。一歩待ちないね、タイミング的に走るからやっぱ下までは行けるね、すぐ。さてこのコースは初心者向けのワンかな、ワン自体はちょっと固めで、でもグラトリとかするのにすごいんじゃない。あっち行きたいけど行けないかな。まあでもカービングもしやすいし、人も少ないからこっちの方が意外となんか遊べるっちゃ遊べる。あ、風ちょっと今なんかしようと思ったけど硬くてやめました。うわー、人もいないから今ロングターンできてしまって、スピードダウン、はい、こんな感じでね、丸沼高原スキー場を滑ったんですけど、結構ロングコースと、アイシーなバーン、カービングギュンギュンがすごい気持ちよくて楽しかったです。で下の方は初心者の人がおすすめできる、バーンコンディションなんですけど、ちょっと時間が経って11時とかそれぐらいの緩んだ時が結構初心者の方はおすすめかなっていうゲレンデコンディションになります。まあ、これからスノーボードデビューしたい人とかそういった方に、まあ、ちょっと遅めというかね、ゆっくり来て滑っていただくのが楽しい時間かと思います。そして上級者の方は朝からガンガン、あのバイオレットコースをカービングして地形当てていくのがいいかなとは思うんですけど、コース脇外れたところは岩とかも、見えてるところもあるので皆さん注意して滑ってください。こんな感じで丸沼高原スキー場ゲレンデレポートでした。ありがとうございます。